お疲れ様です。ババログです。9月2日に念願のトーガと H&M のコラボが発売されて、しっかり入場抽選も当たってたんですが、番号が遅くて結局ニット2枚しか買えませんでした。まあ欲しかったのが買えたのでよしとして、今回はトーガ購入品紹介プラス大人のスニーカーコーデを紹介していこうと思います。それではスタート。まず1つ目はメンズのカットアウトファインニットセーター、サイズは S サイズを購入しました。素材はウール 100% でさらっとした薄手のニットになっています。パッと見シンプルに見えますが、袖が2枚仕立てでスリットになっていたり、肩から袖にかけてアシンメトリーにカットが入っていたりと、動画らしいデザインになっています。着ていると分かりませんが、肩に穴が開いていて首の後ろにもカットがあり、よく見ると癖のデザインが盛りだくさんですが、グレー一色で同素材なので、実は普通のグレーのニットの感覚で着れるニットになっていて、今回のコラボでは一番着回しの効くアイテムだと思います。2つ目は今回一番欲しかったビーズディティールウールセーター、サイズは M サイズを購入しました。袖口のメッシュにビーズのモチーフが洗濯のことも忘れさせてくれるくらいの可愛さで、使いやすいベージュということもあって人気があると思ってたものの、意外と再入荷でまだ残ってたりする人気のない商品だったかもしれません。それではこの2点を使ってスニーカーコーディネートをしていこうと思います。ルック1はメンズのカットアウトファインニットとザラのマスキリンパンツを組み合わせたメンズライクなコーディネート。ジップレッグワイドパンツを変えてたら合わせたかったんですが、ちょうど春に買ったザラのマスキリンパンツがぴったりだったので、こちらをチョイスしました。ハットは数年前に買ったアンソニーペトです。これに革靴やブーツを合わせるとマスキリンなドレスコーディネートが完成しますが、あえてゴールデングースのハイカットスニーカーを合わせて外すことで上級者っぽいコーディネートになります。ルック2はニットはそのままで、2020年秋冬のプラス J のウールブレンドスリムパンツを合わせました。黒とグレーは白黒のモノトーンより合わせやすい、失敗しない組み合わせの反面、地味になりがちなので合わせる小物でおしゃれ度が変わってきます。黒とグレーだから何でも派手なハイテクスニーカーが合うというわけではなく、ポンプフューリーのシトロンは黄色と赤の中に黒が入っていることでコーディネートとリンクされています。あまりにもつながらない色を持ってくると変に似てしまうので注意が必要です。アクセサリーは今回のトーガのコラボに合わせて作ったロワードシャンプルの新作です。ルック3は同じ黒グレーですがスカートスタイルになっています。先日買ったイネスのベレー帽が使いやすくておすすめです。上級者ポイントとしてはアクセントとしてヒョウ柄のレギンスを使っているところです。スカートも計2のみやで癖のあるプリーツスカートなので、靴はシンプルにアディダスのレザースニーカーを合わせました。こちらのバッグは提供していただいたんですが、廃棄されたビニール傘を再利用して作っているブランドプラスティシティのものです。デザインも良くてサスティナブルな企業理念に共感したので、またこちらは後日改めてレビューさせていただきます。ルック4はグレーと相性の良い紺との組み合わせです。こちらは数年前にコスで購入したガウチョパンツになっています。こちらの方でもシンプルで定番っぽい普通の組み合わせなので、小物で武装していきます。少し短めでロングスカートっぽく見えるので、こちらにもヒョウ柄のレギンスを忍ばせてチラチラ見えるヒョウ柄でおしゃれ度をアピール、そこにマルジェラの旅スニーカーを合わせるとおしゃれな人かもと勘違いしてもらえます。旅のスニーカーは去年サンダのアウトレットで半額くらいでお安く買いました。とにかくマルジェラの旅ブーツを履いてたらどんな服でもおしゃれと認識されるので、お金がある人はブーツを買いましょう。ルック5はベージュのビーズディティールウールセーターとヒョウ柄のプリーツスカートのつよつよコーデです。ニットはもう何もしなくても派手なのでアクセサリーは不要ですが、首元はシンプルなのでパールのネックレスなどアクセントにつけるのもありだと思います。袖のビーズ部分とお揃いのイヤリングもありますが、合わせすぎるとうるさいのでちょいハードなイヤーカフを合わせてみました。ソックスには袖のビーズの赤と合わせてラメの赤のソックスを合わせました。ルック6はルック1のザラのマスキリンパンツと春に買ったユニクロ U のトレンチコートを合わせました。トレンチの袖をまくって「見て見て」とニットのビーズを見せると「どうなってんの?」とかなり注目されると思います。全体的に無地でのっぺりしているので、ここでスニーカーはザラで去年買ったヒョウ柄のスニーカーを持ってきました。それでもちょっと物足りないので、バッグはコムデ・ギャルソンの大きめのビニールバッグで存在感を出します。春に買ったこのユニクロ U のトレンチは秋でも使える色なので、これから活躍してくれそうです。今またトレンチが出てるみたいなので、まだお持ちでない方はトレンチコーデの動画を出してますので、よかったら参考にしてみてください。来週はユニクロ U の発売なので、また購入品のレビューをさせてもらいます。以上、トーガと H&M のスニーカーコーデでした。見てもらってわかるように、誰が買うねんっていうもの以外はいつもベーシックなものを買っているので、小物の合わせ方でイメージを変えるようにしています。デニムにはスニーカーという概念は捨てて、きれいめなドレッシーなスタイルにあえてスニーカーを合わせて外すとこなれ感が出るので、よろしかったらお試しください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。